かリスナーから教えてもらって、その金梅賃がなんかなくなったっていう話を聞きましたね。で確かにツイート見たらもう長時間更新されてなくて、まあ、彼のペースリズムならこんなにね間が空くことはないわけですが、 もちろんね、なんか昏睡状態とか、まあ、意識がないとか、まあ、そういう状態でスマホをね手に取れないからっていうこともあると思うんですけど、まあ俺が思うに、その別に金梅賃になくなってほしいとかざまみろとか一切ないけど、今の生活をするぐらいだったらいっそのこと言っちまった方がいいのかなとも、なんか本人はなんか感覚的に思ってるんじゃないのかなって思うんですよね。だからお酒飲めないしタバコ吸えないし、配信もねこの横になってしかできないじゃないですか、どっか行けない、まあ、それで、まあ、しょっちゅうさ、あの食っては飲んでは、あの普通の飲み物をね、その腹が膨れては救急車呼んで、あの繰り返しで、もう出口がないじゃないですか。これが横ばいか悪くなるしかないと思うんだよね。良くなるっていうのは難しいかなって思うんですよね、まあ、それで、まあ、本人もさ、これならばもういっそのこと楽になった方がいいのかなって思ってるとは思ってるって自分もなんか思うんですよ。でまあ亡くなってしまうっていうのはまあ残念なことであり寂しいことでもありますけど、でもただこれってさ、まあ、誰もがその訪れるべき日だからね、それが早く来るか遅く来るかのだけで、まあ、あの人はその配信やる前はその林内で働いたりとかして人生クソだったっていうけど、配信してからは人生が良くなって楽しかったっていうけど、まあ、その楽しかったが結構ジャンクな毒々しい楽しいなわけじゃないですか。だから、ね、長くはできないの分かってるわけじゃん。でまあ終えたっていうことで、まあ、太く短くでね、何回も言ってるけど横山の安さんみたいな人生観で、まあ、この時代には珍しいけど、まあ僕はね楽しませてもらったし笑わせてもらったし、だからなんか便所太郎もねその連絡ないって言ってるし、まあおそらくねもうこれで、まあ、ワンチャンね無事だったとしても、まあ、同じことを繰り返して、まあ今年猛暑でしょ、やっぱこの夏は乗り切れないと思うから、ことでまあご冥福をお祈りしますとか、そういう気持ちを抱いていいのかなって僕は思っております。以上です。どうもありがとうございました。